あ、デート・リメンバーとは、アメリカ合衆国フロリダ州出身のロックバンドである。2003年結成。2005年5月10日にインアノーラレコーズから、ファーストアルバム、アンド・ゼ・アネーム・ワズ・トゥ・リーズンでデビューを飾る。その後も、ポップパンクに巧みに絶叫を織り混ぜた、ハードコア色の強い、ポップパンクサウンドで、全米の若者を中心に、ジョニー人気を獲得していき、 2006年に入ると、全米でも、屈指の大手インディーズレーベルビクトリーレコードと、契約を結ぶことに成功。2007年1月23日には、セカンドアルバムとなる、HOW ZOOZ FU HAVE e をリリースしている。2009年2月3日には、サードアルバムとなる、HOME SICK をリリースし、ビルボードアルバムチャートにて初登場21位を記録。全米トータルセールスも20万枚を突破した。 しかし、その直後の6月に、ギタリストのトム・デニーが、結婚生活を理由に、バンドから脱退。その穴を埋める形で、ケビン・スカッフを迎え入れている。2010年11月16日には、ホースアルバム、ホワット・セパレーツメ・メフロム・ o u がリリースされた。2013年8月24日、フィフスアルバム、コモン・コーテシーを10月8日に、リリースされることが発表された。 今回のアルバムはビクトリーレコードからのリリースではなくメンバーたちによる自主リリースという形になった。主な理由は2012年に起こったレーベルとの裁判が未だに決着せずバンドが買い殺し状態になってしまったためその後裁判所はビクトリーレコードの訴えを退けバンドは無事2013年10月8日にフィフスアルバムコモンコーテシーをリリースした。 当初は公式サイトのみでの配信リリースだったが、後に新曲を3曲追加した、コモンコーテシーのデラックス版を CD と共に2013年11月25日にリリースされることが発表された。ありがとうございます。